この子は秘密のメール、秘密のメール、秘密のメールあれだろ、なんかあの宝物がいっぱい、どうせなんかあれだろ、あれちょっとやめとこうぜ、あのエアワースとかだったら別にいける、なんか、あでもなんか割とあれだな、うそー、あの子死んだとしてもこれ問題ないだろ、だってこれ一番最初なんだ、一番最初だから問題ないでしょ。よかった、危ねえ、焦った今焦ってガチで今なんか、あの通行証って手形なんかあれじゃねえか、もしかしてなんかその先に進めるためになんか必要ななんかあるかもしれない、もしかしたら危ねえな、よかった一番最初のところで、なんかもういっぱいあんねん、欲しいんだけどな、金がなすぎんだよちょっとな、点滴でちょっと金稼ぎの人のなんかあれなんだってるけど、まあ一回ちょっともうじわじわ行くしかないこれな、てでんてんてん、お、まだバーバリアンがいる。バーバリアン親父。お、なんか魚もいるし、ペツコさんもいる。占い欲しいんだけどな。何あの人、なんか、とんでもないあれだよね。あの顔見たな、なんか、とんでもないあれだよね。ぬすっとだよな。山小屋の道を抜ければ、いつもの国、出雲の国に行くことができません。でー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 。やっぱ初代はあれか。初代って言ってもファミコン版あったんだっけ。山を越えるやつ、やめなはれやめなはれ。最近山道には山賊が出るので、町のものは誰も近づきません。なるほど。あー、しかも、金もないからあれか、あれも使えないんだよな。もう飛び道具も使えないんだよ。もうどこも行けねえじゃん。もうどこにも行けねえぞ、俺たちは。まあ、とりあえず山のところに行かないんだよ。もうすぐ一本だよ。団子いいね、なんかね。桜餅の生ハム、おー、八つ足もあるのか。八つ足とか食ってねえな。八つ足なんか懐かしいな、なんか。やめて。まあ、別にまあ、ここでもいくら死んでもあれだろ、問題ないだろ。まあ、ちょっと様子を見つつって感じで、まあ、別になんか、そのフラグを立てるってそうやればないだろうが、別にまあ、ちょっとまあ、ここは探索も兼ねてまあ。ファミコンのゲームボーイに出演だってね。あれ、ゲームボーイだった、あったっけ、ゲームボーイあったのか、てんてけてんてんてん。ファミコンはなんかあるっていうのは、それはなんか聞いたことある。ちょっとやめてくださいよ、ちょっと。とんでもねえやからなんだよな。おい、言い過ぎだろ、お前たち。どんだけいっぱいになるの。もうすでに死にかけてるからな。まあ、ちょっと行くべきところで行かない。京都に行き着きたの。京都。帰るか。何をして忘れてたよね。おお、なんだ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 、なんか消した、なんか消しちゃった。ああ、はい、じゃあつけるわ。はい、デレデレデデデ、何ここ、ちょっと大丈夫かな、これ貼っちゃって、なんか宝とかあってもいいんだけど、お宝じゃねえかこれ、ちょっとくださいよ、ちょっとなんかもう素晴らしいお宝くれ。おお、やった、全回復した挙句に、これもしかして街にこういうとこあるんじゃない、実は。あー、これいけないパターンが。あー、まあこれだったら別に問題ない。まあそれだったらいいだな。こっちが、あれ欲しいな。あれお宝じゃん。なんか、あの、わらじがあれば多分これいけるあれだろ。あ、でもこれあれなんじゃん。これんじゃん、これ。もしかして。ん？あ、来ちゃった。これなんかあれじゃねえか。ちょっとなんかやばいとこなんじゃねえか。あー、あれか、道場か。それは道場って感じのことなのかな。もう何言ってんのかさっぱり感じだよ。ちょっとやめてくださいよ、ちょっともうなんかそういった、そうそう、あなた方ね、そうね、あれ何なの、俺は正義だみたいな、俺はなんか俺が正義だぞみたいな顔しながらなんかずっとなんか歩いてるみたいな、とんでもない話じゃない。これもう一回現状にもしかしたら、もう誰だ、私の兄来てくれる誰だみたいな、いつ会えるのかしら、もしかしたらあれがなんか前のシリーズみたいな、それあれかな、なんかそういうことか。てんてけてんてんてんてけてんてんてん、手形はお店で買いますと、ちょっと高いけど、高いよね。あ、だ、それはあれか、あの、裏通りで、なんかさっきのところで、なんか、稼げて、そういうことなんじゃない、多分そういうことなんじゃないか。ちょっと、わらじとかなんか、あの、やればなんかいけんじゃないかな。おー、なんかうまそうな、なんてなんか、何これ。あれなんだ、これなんだこれ。冷麦、かば焼き、たけのこ飯。たけのこ飯か。てんててんててんてん。恐ろしいんだよね、それ。まあ、ちまちま倒してって、まあ、お金貯めてもいいかもしれない。まあ、でも時間がないから、時間が足んねえよな。セクションがある、手形を持ってないと街から出られません。出れねえな。てか、それはどこなの、そのなんか、出口みたいな。あ、上、多分上の方だな。あ、これあれか、あれ、先に進んでねえかも。これおー、はい。あ、でもこれあれだ、まあ、いけないみたいなあれだ、どうせ。そしたら、これ、ふさげてんだよ。あいつは何なの、味方じゃないの、この先は危険じゃみたいな、いつも言ってんじゃん。この先は危険じゃから、なんか、なんじゃらかんじゃしてるみたいな。いつも言ってんのよ。そこはあれなんだよね、なんかね。そういうとこなんですよ。なんか全くなんですよ。そういうのが全くあれをなんかやってくんねみたいな。これなんだけど、何がどこだかもう訳わかんなくなっちゃう。お、ここのさやが。今なら1回100円。足んない。悲しい。あの、これ敵を倒せばあれじゃん。入れんじゃん。ちょっと入ろうぜ。
倒す。よーし、オッケー。ちょっと風呂入りたいな、さすがに。それはちょっと入るしかないよ、これね。ちょっと行くしかないし、これは。はい。どちら入るの？すんの？決まってんだ、すんな。どうぞどうぞ。当たり前だろ、すんな。選択肢が。なんじゃ、これ。あ、でも回復したじゃん。よーし。てれってれってれって。100人でどんなに回復するんだろうな。まあ、結構回復するんだろう。でも、ここはあれか、まだ来たことないのか。この通りはまだあるか。てってて。一回あれだよね。ちょっと金稼ぎのあれだよな。もう時間もないだろうから、その。いっぱいあるんだろうな。お、久しぶり。いや、それはやるでしょう。え、てかもうペンギンのやつが早くねえもん。なんだったら。まあ、その裏、まあ、裏のなんかその、通り行ってもいいかもしんないけど。まあ、ちょっと一回ちょっと見ようぜ。これ占いじゃねえもしかして。あ、占いじゃねえか。宝くじ。ああ、宝くじか。宝くじ当たんねえからな。当たんねえから別にいいだろ。てててんてけてんてんてん、何こう。あ、行き止まりじゃん。なんだこれ。魚。ペチ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 。それ80か。とりあえず80。おー、危ねえ。とりあえず80貯めればあれだ。てけてんてんてんてけてんてんてん。おー、それは大事、それは大事。いいですね。ほいほいほい。ペチコ。すごいな。まあ、道あるか、そう、そうやるか。俺が泥棒だからとか、そうやるか。だからなんかもう全員的なの。もう全員的なんだよ、基本的に。よし。久しぶりにやりますか、じゃあ。てれてれ、ちょっと金稼ぎそうでしょ、なんか。ちょ、今のうちにも金稼いでて、もうなんか1000両ぐらいなんかもう貯めておいてなんかさ、やっちゃうよね。だからこれだともう、塗ればあれだからな。外さなければとりあえずあのお金は貯まるから、もうこうやってなんか、なんつうの、もう地道に。地道にやってけば、まあ、多分1回につけば200ぐらい貯まるだろうから、まあ、それはそれでやっていけんじゃん。デルデルデルって別にこれマックスまでやらせてないじゃん。だから最初はこれマックスまでちゃんとやらなきゃいけないと思ったけど、全くそんなことないから。バーこれいくら。おお、まあ、たまんねえな。意外たまんないわ、ちょっと。てんてけてんてんてん。あれでやった方が早いかもしんないな。来ない。なんだここ。おめえか。何者だ、君は一体。ちょっとあれにしようぜ、ちょっとわらじ買ってあの裏の裏通り行って、それで、多分それが一番早い気がする。で、こういけないでしょ？占いがあればいいんだけどな。これどこだ？手前の方に行けばあるでしょ。左上があれだな。その左上のとこ行って、で、この右下のとこ行って、で、あれだな。それ買えないでしょ？てんててんてん。時間があれだよね。まあでも時間なんだかんだ間に合うよな。間に合うと思うんだけどな。あれ、よろずはどこだ？てん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 。ここか？やめてくれ。バーバリアン大量に行くから。もう一応なんか探索した感じがするんだな。多分人通り見たべ。でもねえやからね、普通によろずやの隣にか隣にあるやつがあるってことだ。あ、なくなってんじゃん。なくなってんじゃねえか、ちょっと。え、これなくなってんじゃねえか、ちょっと待って、それはまずいぞ。てんてけてんてんてんてけてん。あるある、よっしゃ、これいけるか、これいけるだろ。100両。なんたるこの、これもう地道にやるしかないってことか、じゃあこれ。まあ、クイズでもいいかもな。いや、クイズちょっと時間かかるからあれかな。ちょっとクイズ時間かかんだよな。てんてけてん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 、そこ危険なの、これ。まあ、危ない。まあ、あれか、じゃあ。恐ろしく高いな。980だぞ、これ。いや、とんでもないですよね。しかも、金がなくなってます。しかも、なんか補充もしときたいんだよな、できればなんかな。できればちょっと補充もしときたかったんだが、もしょうがないから。でもどうせ食らうからな。どうせ食らうから、まあ、とりあえずこのまま行くとして。まあ、多分どうにかなんだよ。68でなんか買えないから。ちょっと体力だけちょっと回復してきたんだけど。どうにか。はい。あ、いけそうじゃん。おー、いいじゃん。いいじゃないですか。俺さ、今日はこれで挑まなきゃいけないとか、とんでもねえ話ある。てけでってってん、てけでってん、てけでってんてん。まあ、魚が結構厄介なんだよ。意外となんか射程範囲ってか、なんか意外と当たんねえんだよね。うえぇ。どういうことやってんの、ここすげえなんかなんつうの。とてつもなくなんつうの、有効的な顔してる。おぉ、危ねえ。え、これ死んだらどうなのこれ。死んだらまたね、また最初から言いました。あ、てかまたそのあれじゃん。またとんでもねえ、もうちょっとこれ、プレッシャーやべえな。俺はもう死ぬことができるの、ちょっと。それはまずい、それはまずい。こんな、あ、しかも当たんねえな。あの、これは、これちょうどよかったかもしんない。てん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 。よし、まあ、飛び道具で行っちゃってもいいんじゃねえかってあれだよ。メタないとかいいんだけど。メタないと危ねえ。なんで倒れてんだ、お前。それはまずい、それはまずい、それはまずい。あ、それちょうだい、それちょうだい。お、それ、言い過ぎじゃね？あの、だからちょっと言い過ぎじゃないですか、ちょっと。
あいつを倒しておかないとなんかやばくなりそう。これなんか足が落ちそうじゃないかっつってなんか。これでぶっ倒すんですよね、こうやってね。てんてんてん、これ乗れんの乗ってるのこれ。あ、でも普通に上に行けばいいのか。てれんてれんてんてんと危ねえ。なんだ今何取ったんだ。これどうせよ。ああ、はいはいはい。あ、それあれ。もうビッグブリッジャーのような感じにね。ボス？どこ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 。もうこれでやっちゃうぜ。もうこれでやっちゃう。もう怖いから。もう倒す、これで倒せなかったらもう倒しちゃうぜ。ヒッ！もう絶対これでまだ先が、まだ先がある、絶対。絶対まだあんだろうな。まああるでしょうね、これはね。てんてれんてれんてんてん。それゾウさんちょうだい。それゾウさんがあればまだ。あー、まあこれあれか。ゆったりと下っていいみたいな。ちょっと危ねえぞ。何たること？てんてれん。てんてんてん。見えねえんだよ、そのなんか、下が見えないからどっから行けばいいかわかんないけど。でも多分これ最初から普通に左にガバってやるんだから。あれだったんじゃねえかみたいな。問題はなかったんじゃねえかみたいな。いや、もうだいぶ食らったぞ。なんかあれだよ、これ。いけんのこれ。あー、出た瞬間みたいなね。出た瞬間しかいけんの？こんなんなんだろう。ことなんだみたいな。そういうこと？てんてれん。怖えんだよ、そのなんか。乗れなくね？これどうせやの？下もなんかいけそうな感じするんだけど、ちょっとどうなってる。あー、やっちまった。ボス。お、いけんじゃん、いけんじゃん。危ない危ない、よかったよかった。あ、下はいける？下いけんだったら、まず下から攻めた方がいいかな。いけるか、これ。ちょっと怖いな。あー、怖いね。あ、いける。なにこれ。お、危ねえ。これ、戻ってきたんじゃねえ、これ。あ、やばいぞ、これは。非常にまずくなってる。しかもなんか、ゾウさんとか手に入ってないから、まずいね、これ。ベベ！さあ、非常にこれはまずいことになってしまった。あ？テレンテレンテンテンテレンテンテレン。これなんかあのさ、もしかしてあの、その例の飛行の術ってやつがもしかして使えたんじゃないかっていう。いや、これ無理じゃないこれ。これもしかして足りないんじゃないそれ疑惑がちょっと生まれてきたな。あ、でもギリ、ギリあれが登れる感じになってんだ。ってことはいけんのか？これ普通にジャンプすればあれじゃないか。いや、いけないんだよね。それか、まあ、ここか。いや、いけねえな。ここ今なくね？どこあんの？ほんとこれやっちまったんじゃねえか。これ大丈夫かな？やっちまった感が半端ないんだよ。これどうにかしたらあれからできないのかな、そんな。ハイル的な。あ、そういうこと。なるほど。あ、そういうことね。それは納得で、納得なるでしょ。あ、ちょ、待て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 。それはちょっとあるよ。これ逆にどうやってるの？あ、乗れるんだ。あ、これは乗れるんだ。あ、それはいいな。はいはいはい。ああ、はい。もう何でもありだよ。カニ。カニとか言ってくれ。まあ、そういうあれ、まあ、それだったらもういくらでもやるよ。まあ、だいぶ増えてきたんじゃないですか、ね、ちょっと回復して、回復欲しい。おっと、おお、いけないぞ。そんな。私の思いを届かないなんて。これどうするこれ。一回これ出てみたいなあれだな。いや、それひどくねえの。俺の攻撃届かないんじゃないですよね。それどうやるの。逆にこれ表にどうやってるけど。ああ、でもそうやるか。イカ取る。まあいいや。いや、欲しいけど、欲しいけどみたいな。ああ、どっちだこれ、こっちか。だからさっきの見に行ったら戻ったんだよな。戻ったって考えると、こっちからかな、妥当なんじゃないかっていう。ただその前にあの、あれが欲しいんだよな。あれが多分何かしらちょっと自由なレンジかって、あそこに、すご。これ出る。出て、倒す。よこせ！おー、助かった。危なかったね、これね。これ、成果、大成果で、これは。で、これ、こうして、中に入るでしょ？入るで、入って、ちょっとやめてちょうだい、マジで。てれんてんてんてれん、危ねえ。で、こういうことか。てんてれんてれんてんてんてれんてん。上のアイコンなんかあるよね。今さら気づきがなかなかあるじゃん。なかなかいい感じだ。箱がちゃくてまたとんでもない時やな。なんじゃこれは。いや、この下まずい。この下まずい。やめて、ちょ、来ないで。やめて、なんてことすんの。第2形態、第2形態、何それ。ちょっとやめて。何考えてんの。お、危ない。おー、何その後輩に渡るの、その声。
んじゃねえぞ。あ、そういうこと、前のめり、前のめり、前のめり。ええ、やばい、もうない、あれがない。ぶたせ。ほっ、危ねえ、いたか。おお、危ねえ、もうこれでぶんじゃねえぞ。このなんか恐ろしい危険な、なんかもうとんでもない存在が、なんか、なんか猛ダッシュで言ってるね。とてつもない猛ダッシュで言ってるの、危なかったね、これ。恐ろしい戦いだったな、マジで。なんか、さあ、よこしやがれ、その恐ろしいあれは。もう飛んでったな、あれじゃん、もうマリオワールドじゃないか。思わぬ遠回りをしたゴエモン手ビスマル、竜神池の白鏡とは一体どんなものなんだろう。目指す出雲はもう目の前だ。とんでもない話だったな。ステージ7、伝統の白鏡、白龍、白龍じゃ、竜じゃねえや、鏡かの巻。